え一昨日ぐらいからですね台風が、まあ、九州四国と、まあ、ずっと日本列島を縦断していったもんですからまあテレビはですねほとんど台風のニュースばっかをずっと流しておりまして、まあ、ついに <laughs> 今日あたりはですね台風が本土4島に全て上陸したのは初であるといって驚きであるというふうなニュースが流れております。まあ、九州から上上陸陸ししてこれはです、ね、ついでに四国も上陸し そしたらあとはもう本州に行くしかなくそれから偏西風で東に流れるので北海道にも <laughs> 上陸するとまあ昔からですね台風19号とかこの、えー、路線を通るものっていうのは多いんですけどもたまたま四国かなんかに上陸しないとかそういうことがあってですね、まあ、そんなニュースとして流れておりますが一体普通の台風っていうのはニュースなんでしょうかねもちろんあの台風が今今どどこにあってどのくらいい大きいかと今度はですね 975ヘクトパスカルぐらいになったわけですね。975ヘクトパスカルで最高の瞬間,瞬間風速が35メートルぐらいっていうのはですね今では大きな台風つって,言ってるんですけどまあ普通の台風ですね、まあ、昔はもう975ヘクトパスカルぐらいになるとですね今はちょっと温暖化して台風が小さいんですけど小さいんですよ大きいんじゃなくて小さいんですけど <laughs> 昔は室戸台風とか、まあ、そういった大型台風のある時はき まあヘクトパスカルえぐらいが多かったですからね、えー、ですから975今度みたいに975ヘクトパスカルクラスの台風っていうのはまあ普通の台風もしくは小さい台風だったわけですね。それで位置とか風速はちゃんと伝えてもらう必要がありますがまあこれもですね、えー、なんかあのもう決まってですねアナウンサーが風の中で。 だんだん風が激しくなってきましたの何だのっていうようなことをずっと言い続けるっていうのはですねちょっとこれニュースじゃないんじゃないかと思うんですね。だけど私はあの、えー、テレビに出るようになってなんで台風があんなにニュースとして長く流れるかっていうのが分かったんですよ。っていうのはですね今はもうテレビであんまり放送するものが実はないんですよね。ですから台風が来ると、まあ、言ってみれば放送局は気分が浮かれるんですよ。なんで浮かれるかってっ視聴率が上がるからですね。 なんで視聴率が上がるかっつったらみんな台風のことを見てるんじゃないんですよただテレビをつけっぱなしにするんですねそれでまあ台風が今どこに来て大体どのくらいかっていうと交通が止まったりいろいろしますから、まあ、それを聞いてるだけなんですねであるテレビのディレクタープロデューサーの方が言ったのは「台風っていうのはテレビにとってはお祭りなんですよ」っていうわけですね、まあ、人の不幸を喜ぶっていうことはないんですけども、まあ、ちょうどいいぐらいのあれなんですね だけどもうそろそろねやめた方がいいんじゃないかそれから台風のニュースってややどちらかというと自作自演的ですねつまりまあ今度は九州の宮崎あたりの風をやったり鹿児島の上陸をやったりそれから四国をやってそれから近畿地方をやって日本海抜けてとでに日本海抜けた頃東京の放送局のアナウンサーは全国放送なのにもう東京はあ台風は過ぎ去りましたかねなんて言ってんねん。<laughs> それ 東京でではそうですよだけど東北とか北海道はあそろそろ来たなっていう頃ですからねだからまあ何ていうのかまあ遊びです、ね、まあだからもう台風のニュースは大幅減らすべきだと思いますねそれからなんかどっか、えー、隅の方でちょっとこう場所と台風の場所と交通機関の状態とそれを知らせるなんか仕組みを作ればいいというような感じですね。 アナウンサーがもういちいちあのここがこんなに雨降ってますとあれもう見にくいですね。さてこ今日のニュースを見ますとですねそのほかにはあの国内で安倍さんが解散を言っておりましてですね解散を匂わせておりまして、まあ、それがかなりいろんな意味での政界に影響を及ぼしておりまして、えー、まあ例えば仕事人内閣の閣僚は困惑してるとかそれから え名古屋の河村市長が衆議院議員選挙に出るとかそれから今度の衆議院議員選挙の一つの目玉のえ新潟5区ですねこれはあの田中牧子氏がえ立候補を断念したとかそれからまああのヒステリーでちょっとヒステリーっつ言ったら今いいんですかねまあものすごい勢いで怒鳴り散らす豊田さんっていう女性の議員がまあ復帰をしようと思うけども地元議員の姿はないといったですね まあこういった政局絡みの記事が多く出ておりますがえっとまあ一つ大きな問題は今度の選挙の課題ですねそれはあのえ消費税を10%に上げるかどうかっていうことですけども上げる上げないはいろんな意見があるんでいいんですけど嘘だけは直しといてほしいですね。嘘っていうののはえ国民一人当たり万円の借金だとか 子どもにツケを回すなとかいうことでみんなが引っかかっちゃってまさか政府が嘘つかないと思ってたら実は、えー、国民の貯金を借金と言ってたっていうあまあまものすごく反対のことを言ってるってことと消費税をまあ0%から 3%5%8% で上げてきたんですが一向に消費税の税額も変わらないし景気は悪くなるし、えー、踏んだり蹴ったりの状態なわけですね。 なぜそういう状態になってるのかということの十分な検討なく嘘をついて、まあ、財務省の力っていってもですね財務省というのは選挙も何も受けてないわけですから、まあ、ちょうどあの、えー、文部科学省の前川次官みたいなですね元次官みたいにですね官僚がですねものすごく力を持ちかつ傲慢になり選挙の洗礼も受けず そして財務省の圧力とか経産省の圧力という形で何が圧力なのかさっぱり我々は分からずにですね NHK も新聞も報道せずにまあ重要な政策だとか選挙とかがかかってくるわけですね。今度えっと外国に旅立つ時に安倍さんがですね消費税10%を上げたらですねそれを教育費に使うんだって言ってたんですけど全然そうじゃないんですよね。 だから安倍さんもですねこういうところの重要なところであまり露骨な嘘をついてたらですねやっぱり憲法改正みたいな大きな問題はやっぱりできないと思うんですね。やっぱり誠実な政治家でないとですねやっぱりその憲法改正のような大きな問題っていうのは取り組むことができないわけで消費税をいくら上げてもですね10%ぐらいでは全く財政再建もできず 何か福祉とか教育とか耳障りのいい言葉が改善されるわけではないんですね。これはまあ私はあの実は本を出しても自分の本を買ってくれってことをも絶対言わないようにしてるんですが、まあ、今度私が「新経済入門」という本にですね、えー、実はえそこのとこの具体的な計算を非常に簡単にできないということを書いておりますが、まあ、経済の専門家がですね、まあ、そこら辺もごまかさずにやってもらいたいというふうに思います。ただ明るいニュースは 一応なんとなく暗雲を出したんで朝鮮北朝鮮の問題もちょっと暗雲を出したので日経平均がだいたい一時2万円台を回復しておりますやっと2万円に回復しただ今度消費税なんか上げるともう一段やっぱり景気が悪くなりますのでやっぱりそこのところは財務省の官僚の再就職先をただ探すだけの目的でですね 消費税を上げるというようなことはやめてですねむしろ8%に上げた消費税は失敗だったということで5%に下げるとか同時に所得税減税を伴う消費税増税で税金の取り方を変えるというのうなですね日本の将来が明るくなるような方向に政治の舵を切ってもらうそうしないと今選挙をしますとね野党の方は民進党がほぼ全滅共産党の共闘ともしない 総括って新党はほとんど何もないようなもんだということで、もうこのあのとあの国民はですね。自民党に投票せざるを得ないだけど、自民党に投票すると消費税が10%になっちゃうってことで、もうどうにもならないような状態で,ですね。もう私はもう危険するしかない。選挙がなるなというふうに思いますね。もう少し前向きで憲法改正するとか、もう少し思い切ったですね。ことで選挙してもらいたいと思います。